さあやっていきましょうか。ただいまの時刻10時半。これに関しておそらく警察署にいた時からの時間が変わってないから、警察署の時間がそのまま、合っているのか、それとも研究所の時間が壊れているのか、はたまたタイムスリップをし続けて時間が一切進んでいないのかっていうね、不思議な現象が起こっているでゴンスが、そんなことは気にせずに、楽しんでやっていきましょう。ということでね、本パート、ちょっと多分エンディングが長いんで、申し訳ないんですけど、皆さん結末知ってるよっていう方の方が大半多いと思うんですが、パートあと2つ、今パートと次回パートで区切ってやっていきたいというふうに思います。ということで、こいつを燃やしたり溶かしたりビリビリさせたりしたいんだけど、全部ねカーソルが合わないんですよね。その瞬間に撃てなくなっちゃうという謎の魔法にかけられてね、エクスペクトパトローナもされちゃってるんですよ。こっちディメンターで顔吸い付きたいんですけどね。ほらシャドウズオブローズの時なんかさ、ねえソーセージ持ってたらエクスペクトパトローナームスにビューってできるけど、あれなぜか倒すことができないからね。先にエクスペクトパトローナムしとくと固めることとかできるけどね、攻撃を受けた時にね、魂チューチュー吸われるってなった時にはエクスペクトパトローナムなぜか効かなくなっちゃうからね、そこら辺がジレンマだったりするよね。12歳の女の子はさ、こんなおとなしくさ立ってんのにさ、世話しないで大学生だよね。じゃあ進んでいきましょう。ファッションショー、くだらないでしょう、クレヨンしんちゃんバリってね。で、ここカチャコンくぐっていって、ほいほい、ついてきてる、ついてきてるか、ちなみに硫酸弾で食らわした場合ってやつ倒れるのかな、どうなんだろうな。本来燃やさなきゃいけないもんね。うい、起き上がって、キスらしね。起き上がってきた。うい、食らってるのか食らってないのか分かんない感じだね。もういいや、無視。うい、いや、食らってないな。あ、2発いるのか。さすが2発食らされて溶けるよね。立ち尽くす、幼女。幼女はもう、年齢的に過ぎてるか、少女だな、もうな。少女だったといつの日か思う時が来るのさ。さあ皆さん、少女があえて降りてきています。降りてきている最中にここをカチャコンと調べると瞬間移動ね。さあ降りてくる、降りてきましょう。あんたたちって言って、よくね落ちてくる瞬間分かったよね。ほんとオッケー、ビリ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 、快感タイム、ズシュー、おやすみ。おっせえな、もうちょっとスッスッて言ってくれないんですかね。あっ、ちょっとそれビリ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 でしばらく球根入ってこないね。 OK 開いた、よしよし、ご苦労さん、私についてこさせてもいいわよ。いや、よう目の前で爆発するのに進んでいって、なんかこう後ろにのけぞったりとかしなくて済むよね。はい、モエゴンス、おいでおいで。おお、さすが走るの得意だから、後ろぴったりついてきた。よし、でここ開けて、あ、レッドハーブはグリーンハーブ拾ってないから特にいらないな。でここでバッテリーを入手して、うー、バッテリー、なんだっけそのネタ、なんかあったよね、ガキツカだったっけか、ガキツカでマー君が出てきた時なんかでなんかやった気がするんだよな。ブルーな瞳、あ、すげえ、ちょっと目がいっちゃってるね。やっぱまだワクチン残ってるんじゃないか。なんか作品通してシェリーの目結構怖かったりする、なんかギョロ目というか、多分あれ黒目っていうかブルーの部分がちょっと小さめなのかな。よし、じゃあお邪魔します。ケツアゴタイムンタイム、レバーをニュン、よう、これでタイミングよくいったら M1、いけるけ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 いけ
ケツがあごれてます。違うな、あごがケツってます。なぜか会話できてます。でも声は聞こえるけど、こっちの声はお互い聞こえてない。違うな、逆か、向こうの声は聞こえてる。あれ違うな。おかしいな、向こうの声は聞こえてるけど、こっちの声は通ってない。あなたはどこ？逆もしかりだったんだよな。じゃあ、どういうことなんだろう。会話、え？お互いこんな感じだったよな。ん？俺に構うな。ん？早く脱出しろ。細かいことは気にすんな。ちっちゃいことは気にすんな。ほれ。絶対言ってやんない。何なの？アイドルになりたかった芸人の話。ということで、一応これ拾っていくか。よっしゃ。で、レバー外れます。下に、下へ参ります。チュンチュワー。チュン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 。上から降ってくる。これシーンじゃなくて普通に降りてくるっていうのがまたなんかちょっと良くなったんですよ。でこれなんかいろいろ調べたんですけど、なんか意外とこいつ体力高いなとかって思ってたけど、なんかどうやら目玉にしかダメージが通らないみたいな、そんな話を聞いたんですよね。だから爆発物とかをぶち込んだらその爆風とかで目玉に当たるから OK だけど、例えばガトリングガンとかを撃ってもその400発全部打ち込んでも勝てない時もあれば、なんか300発くらい打ち込んだら勝てる時があるみたいなことがあって、なんでなのかなと思ったら、やっぱ目玉に当たってないといけないっていうことがなんか分かって、まあ、本当なのかどうかちょっと分かんないけど、まあ、一応そのゲーム攻略サイトなんかっていうのを見てると、そんな風な、まあ、ちょっと記載をお見かけしましたんで、これなんかも本当は目玉に当たってないと攻撃は食らわなかったっぽいんだけど、あ、これ、やばい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 、おー、ギリギリ、崖の上行く、やー、ちょっと待って、くらえ、くらえって言った方がくらった。暴走してるよね。うら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 、ちょっと待って、そんな攻撃ではくらわんゴンスってか、やばい、これ、お恥ずかしい話になる、お恥ずかしいことになる、セーフ、セーフ。くるな、くるな、くるな、暴走チェック、デイ。お、ちょっとくらった、ちょっとくらった。これ登っていくタイプじゃない。あーダメか、あーダメか、あう、うあー3発ももったいない。これ上登ってる間だから食らわないんだな、これがみんなだな。ほら、おりゃ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 、おーおーおー、あ、なんだよ、 G3 の時みたいにご褒美プレイはしてくれないのね。しまった、おいけよ、たっけーな、やらかした。ということで爆弾ドゥーン、あ、ちょっと、はい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 、はい、壁ドン、全身で壁ドン。普通は腕一本で壁ドンするんだけど、ね、全身で壁ドンしてもらう。いい、オッケー。で、あと残り2発。じゃあ、あと3発か。で、これでどうなるか。だんだんちょっとあれだね、顔が赤くなってきたね。どうした？美人にご褒美プレイされて、高揚してきたか？さて。あ、弾がねえんだ、弾がねえんだ。ミスった、ミスった、ミスった。これで、まあいいか、こっち向かってくるゴンスよね、ドン、オッケー。あ、だだ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 だ、ご褒美、ご褒美、ご褒美、いっぱいご褒美。そうそう、目玉に当てないと意味がないっていうね。爆発まであと5分。まだダメか、まだダメか。やばいやばい、向かってくる、戻って、走ってくる、走ってくる。全身壁ドン。その衝撃で、お目玉ちょうだい、お目玉ちょうだい。これ目玉どんどん消えてってるんだな。あんまりじっくりプレイしたことがなかったけど、こういうことだ。あ、ちょ、近い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 。獣臭がする。よし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 。もうでも終わりなんじゃね？もうなくな、また目玉生えてくる。いいか、皆さん、覚えてください。目玉は生えるもの。目玉は生えるもの。おー、そっちに行くのか。これで打ち込んだ方が早いんじゃないかっていうね。あ、後ろ落ちてった。へー。今の衝撃でドーンってなって、後ろになんか衝撃がでかすぎたおかげか、なんか火花してた、ね、まだまだ、あー、ちょっと予想外です。お前も予想外だったみたいだな。喧嘩両成敗か、力尽きたか。おら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 、力尽きるまで打ち込んでみせよう、おととです。おら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 、おうだ、気持ちいいだろ、ご褒美どうだ、おらおら、これこれ、うっ、ああ、終わった。今の状態になったらどうなるんだろう。時間が尽きるまでなのか、やっぱ最後 の血の一滴までぶち込んでいった方がいいのかっていう、あんまりまあちょっとよく分かってないんだけど、よし。じゃあピクピクしてるところ
申し訳ないですが、一旦このあたりでね、終了とさせていただきたいと思います。あ、戦いの話です。と次のセーブポイントが来て、G5 の戦う直前のところまでやっていきたいと思います。もうこれ、やったら多分30分くらいの動画になっちゃうんで、まあゲーム実況で30分くらいの動画って普通にあると思うんだけど、残念ながら僕の場合ちょっと、録画環境というものがありますんで、うん、ごめんね。まあ、なんかこうさ、ちまちま短い動画をラジオ感覚で聞いていただいて、明日もまたちょっと10分15分のね、ちょっとした作業をやるときに使えるのってなんかいいかもしれないなって思っていただけたらすごく嬉しいんでね。はい、合体、皆さん合体したいバイオキャラ一体誰ですかね、うん、筋肉的な話とかするとやっぱりジェイクとかピアーズあたりがちょうどいいなと思うんだよな。まあ、誰にも喧嘩を売られたくないっていう体を身につけるのであれば、やっぱりボリスなんだけど、なんだかんだバランスがいいのってもしかしてウェスカーかもしれないよね。190センチあるしね。そう、僕の夢193センチになった時は、実は172、3センチしかないんだけど、毎年身長縮んでるんだよね。体重は落ちたけどね、4キロくらい落としたのかな、去年と比べて。それでもね、なんか身長に対しての、体重がなんか肥満度、まだプラスになってるからムカつくんだよ。なんだよ暇だと、ウエストも4センチくらい落ちて体重も4キロ落ちてて最強だと思うんですけどね、うん、まあそんな話はどうでもいいや。ここでロリコンじゃないか、どっちかというと熟女好きか、熟女好き金髪アゴケツ男がやってくるんで。でもね、世の中にはね、その汗臭い匂いがたまらんつってね、シャワーに浴びずに脇をペロペロ舐めるようなド変態野郎とかもいたりするから気をつけてください。僕はちなみに既清潔な女性が好きです。いや、このお兄さん、なんで服の上から包帯巻いてるの？変態じゃない？今のは？わからない。ここですぐにね、初対面のね、警察官と少女を二人きりにさせるという女子大生のあっぱれっぷりを。はい、ということでね、まあ、ほとんどの武器が枯渇しておりますが、うん、まあ、ちょっと最後くらいちょっと盛大にいきたいなと思いますんで、まあ、次回パートね、お楽しみいただけたらというふうに思います。ということでね、まあ、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、ぜひね、次回パートをお楽しみいただけたらなというふうに思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。ということで、一旦ここでセーブ、まあ、セーブはいらないか。うん。こいつ、いや、使おう。ということでね、また次回パートラストになります。お会いしましょう。では、お疲れ様でした。バイバイ。